パラドックスとは、正しそうな前提と妥当に見える推論から受け入れがたい結論が得られることを指す言葉である。謎のポケモンたちの一括りをパラドックスポケモンと呼びます。そう、パラドックスポケモンには文字通り正しそうな過程、これがいくつも存在するため、彼らが存在するということが矛盾を生じ始めます。オンジャモどうもサオでございます。今回も無駄図鑑なんでございますが、メインで挙げていきたいのは鉄のイサハ、そしてうねる水面についてのお話です。なんか話すことあると思う視聴者の皆さんは割と昔から見てくれている方で、まあ、大体のことをねもう話してしまったわけですよ。まあ、だからつまり今ってあのポテチのあの最後のカスをあのガガガガガって書き込んで、俺何やってんだろうなって思ってるみたいな状況なんですよね。まあ DLC 来るまではそうだよな。まあ、ですが、まあ、DLC 来るまでは言いたい放題、これはいつも言っていることなんで、今回もちょっと面白い突飛な説を何個か紹介していきたいと思います。と思ったんですが、内容があまりにもとんでも説詰め合わせみたいな感じになったんで、今回は考察の種でいきたいと思います。便利な言葉だな。それではうねる水面、鉄のイサハ、まあ、彼らはまず登場した段階でおかしいってのもあります。一応ねマルチを使わなければゲームクリア後にパラドックスポケモンがレイドに出てくるっていう設定なんですけれども、その頃にはね、まあ、これはゲームの都合上なのかわかりませんが、まあ、タイムマシンは止まってます。タイムマシンが止まっているのにもかかわらず彼らが出てくること自体がおかしいっていう話もあります。これについてはどうなんだ。まあ、さっき言った通り、まあ、ゲーム上の都合っていうのはまああながち間違いではない気はするんですが、伏線と考えてもいいけどちょっと望みは薄かなとは思います。まあここを語るよりも他のところ語った方がいいんじゃないかって話もあります。ではここからが本題です。まあ彼らは理想を現実化、妄想を現実化したポケモンなのかっていうところも、まあ結局みんなモヤモヤしてるところですよね。モヤットボールを8000個ぐらい投げる形になると思うんですが、なぜ妄想が現実になったポケモンたちと言われているのか整理していきましょう。まあ、想像上で書かれていたポケモンっていうところだよね。それがなぜか出てくる。まあ、しかも一部の姿でって感じなんですが、そもそもこれ大前提として想像上のポケモンとありますが、どこから想像したと書いてあったでしょうか。それはパラドックスポケモンたちなんですよね。結局そこでもタイムマシンが稼働していて、200年前は何が起こったんか、なんであの時代からタイムマシンがあったんだってどんどんドツボにはまっていくわけでございます。まあそういった部分は今回さておいて、この想像上のポケモンはあくまでスイ君、ライコウ、エンテイを知っている前提で、さらに彼らが古代の姿になったらというものを描いたものって考えられますよね。まあうねる水面とこのスケッチを比較してみてください。だいぶ全然違くないですか。ではここで三剣と三刀の比較をしていきましょう。まああのスケッチとの比較ですね。はい、まずはスイ君からいきましょう。まあ尻尾の部分が全く違いますね。で、頭のクリスタルだけちょっと違うかなって感じですね。頭のスイ君の部分と、まあ髪の毛みたいなところを除き、まあそのままスイ君、ライコウ、エンテイ、オモダカ、これをガッどうなっちまうんだみたいな感じなんですよね。なんで主だか足されてんだよ。一方コバルオン、テラキオン、ビリジオンですね。まあ、一応ですけど、あの足と体の接着面が、まあ、未来っぽくはなってるんですけど、目とかはどうなんですかね。デジタルじゃないかどうかちょっと判別つきませんが、まあ、だからやっぱこれをうねる源イサハと比較してもそんなに共通点がないっていうところがポイントな気がするんですよね。そうなんですよ、妄想が具現化した説っていうのも、正直このスケッチってあのパラドックスの特徴も別に掴んでないし、だから妄想を現実化する説、まあ僕は現像するっていうイメージで語ることも多いと思うんですけど、ここから現像したとてあのポケモンは生み出せない気がするんですよね。まあここがパラドックスたるゆえんですよね。あれ考えてみれば考えてみるほどこいつらって何なのか分かんなくなっていく。でも実際に彼らは存在している。ピューと吹くジャガーぐらい意味分かんない現状なんですよね。でもね、さらに頭がこんがらがることを言うとですね、パラドックス
ックスから特徴を取ってうねる水面、鉄の磯波を作ってるっていうのは結構わかりやすいんですよ。ここからが特徴的な話をしていくんですけど、まず磯波なんですが、このサイコブレイドとかができるこの剣の部分なんですが、どこからインスパイアされてるのかっていうと、これ鉄の武人じゃないですか。でうねる水面の方は結構よくわかんない部分なんですが、まあ古代といえば恐竜だろうみたいな。で実際にパラドックスポケモンにもトドロク付き、羽ばたく髪からも、まあ恐竜的なイメージ、なびく髪みたいなところですよね、はインスパイアを受けて存在しているんかなっていうところが考えられます。それは一体何につながるんだ。パラドックスって2パターン存在するんじゃないかって考えることもできます。まあここからはソースがないんで妄想の話なんですが、200年前にいたパラドックスポケモンたちってロストページですよね。ウォーカルチャーによると、全てのパラドックスポケモンのページがあの本にはスカーレットブック、バイオレットブックには載っているんです。まあ、ドンファン過去未来ってちゃんと写真も載ってたじゃないですか。あれって実際にあの時代から実物があった、つまり、まあ、実際にいたんですよね、あそこにね。あっちのポケモンたちは時間的なパラドックスが起きていて200年前にいる、または別の世界線から呼び出されているパラレルポケモン的なね。その上で彼らを参考にして現像されたのが鉄の磯波、うねる水面だったとすると、カテゴリーが2つになりますよね。時間的なパラドックスポケモンと理想を現実化する説的なパラドックスポケモン。まああまりにもあのスケッチが似ていないっていうところから来るこの理論なんですが、非常に卑怯です。なんで？まあどっちも合ってるってする説ですからね。じゃあテラパゴスたちって2つ能力を持つのってなりますよね。まあなんですが、タイムマシンを作りたいっていうのは博士の理想でした。そのタイムマシンを作った時点で時間に何かズレが生じて200年前から彼らがこの世界をバッコし始めた。考えればあくまで理想を現実化するっていうのがベースになります。まあそれ以外の細かいことはまあ正直今ソースがないんでわかりません。真相は闇の中。というわけでパラドックスには2つのカテゴリーがあるんじゃないかっていう説だね。まあ図鑑説明にも古代未来とね限定する、まあ、カテゴリー、まあ、分類で書かれているわけではないので、うねる源鉄の磯波はちょっと特殊なパラドックスで、元々いたパラドックスを参考に作られた何かだったのかもしれないっていう考え方ですね。まあこれは完全に上げ足なんですけれども、鉄の磯波とうねる源の公式サイトの説明文には、まあ古代とか未来の情報は一切書いてなくて、スケッチに似ているってだけがプッシュされているんですよね。まあ現状図鑑がねないんで、まあ図鑑で普通に明かされる可能性も、いやないか。まあちょっとうねる源伊佐派からは脱線しますが、逆だったかもしれねえみたいな説をちょっと寄り道して紹介していきたいと思います。水君雷光炎帝がいたのは上都地方、そしてビリジオンコバルオンテラキオンがいたのは一種地方。ここには実はある遺跡が存在します。それは超古代文明のお話です。さあ公式サイトからの引用です。その古代遺跡の端々に見られる証拠から、現代より技術の進んだ超古代文明が存在していたのではないかという説が浮上している。海底遺跡では大パーツと思われる、まあどうやって作ったかわからない、まあプレートとかもそうですよね。一切傷つかないプレート、これは実際にエリアゼロにも一切傷つくことがなかった、あの砂時計みたいなマークが彫られたプレートがあったわけです。あれらは全て大パーツ。さらにみんなが大好きな説として、ポケモンの世界には超古代文明があったって聞くと、アルファベットですよね。僕らの文明が滅びた後の姿なんじゃないかとかね。じゃあポケモンにそういう超古代文明があったとして、進んでいる科学技術があったとして、古代の姿と未来の姿って逆なんじゃないのっていう面白い説があります。古代のポケモンたちがいろんな生物が絶滅し始め、その環境に適応した姿のポケモンたちって考えてみると結構面白いんです。例えばモロバレルのような姿をしたポケモン、なんでモンスターボールがない古代なのに荒ぶる竹みたいなポケモンがいるんだ。逆に先の未来のポケモンたちって考えると、ここは辻褄が合うんですよね。あとは砂鉄がつくようになった、人間が作り出した磁石に似たポケモンとか、古代ポケモンって未来って捉えた方が結構わかりやすいし、まあただこの説、過去のポケモンたち、そう超古代文明の未来っぽいポケモンたちについて
手の説明が今度なんかちょっと微妙になるというか、まあ付けられた名前ですね。これは制作側の意図的なメタ的な視点なんですけれども、イサハって昔の言葉で、まあ、植物の葉に白や黄などの斑点や筋のできたものみたいな意味だったり、まあ、鉄の神戸だったら昔の言葉で頭、どちらかというと古代のポケモンにつけるべき名前がついてるんですよね。だって現代用語で神戸とか言わないですよね。まあここが未来側のソースになってくるわけです。まあこれは正しいとは僕も思ってないんですが、非常に面白い考え方だなっていうところがあって、まあコメント欄にもありましたので今回拾ってみました。まあそもそもタイムマシンってどこの世界線からどの場所からポケモンたちを持ってきてるのかって言及はないんですよ。水軍の出生についての話です。フォーが蘇生したポケモンなのにもかかわらず、なんで古代からいるんだって話。まあさっきの説を入れればこれは説明できるんですけど、で水君たちを蘇らせたのは現実世界に言う江戸時代ぐらいの話です。エンテイのソウルシルバーの説明です。新しい火山ができるたび生まれてくると伝えられる大地を駆け巡るポケモン、金銀のリメイクであるソウルシルバーの図鑑にそう綴られているので、結構局所的な神話だったのかもしれませんね。まあ法王が蘇生させたこと自体ダウトだったのかもしれません。その点鉄のイサハについては特に何の事項もありません。まあそれはさておき、あれを想像上のポケモンとして作っているんであれば、200年前からあの6匹を探検隊が知ってた方がなんか違和感がありますけどね。もしくはこのページと彼らはあんまり関係がない偶然の産物って考えることもできます。例えばここに書かれた幻のポケモンイメージがサンダー、ファイヤー、フリーザーの合体、まあサファイザーですね、ポケモン SP のが書かれてたとして、この地方に突如エリアゼロにレイドが現れたとします。そこにガラルファイヤー、ガラルサンダー、ガラルフリーザー、これが出現した場合、僕らってどう考えますか？あれ？これパラドックスポケモンじゃね？って考えるわけです。まあ、つまりガラル地方と同じで収束進化したポケモンたちのことを俺らが勝手にパラドックスだと思ってるだけなんじゃないのっていう面白い話もできます。合ってるかわかんないけど面白いわ。だからイメージのポケモンが現実に存在した、これは理想を現実化する力なんじゃないの、これすらミスリードだった、だったら面白いですよね。この説とは言っても古代活性とかクォークチャージっていうね、まあ、特性自体はまあ共通のものです。まあめちゃめちゃ面白いけど、イサハに関しても説明がつかないよねみたいな。まあイサハの見た目に関してもあれ自然発生じゃなさそうだし、うんみたいなところですけれども、面白いんで紹介してみました。というわけで、うねる源、鉄のイサハに関連するちょっと変な説を紹介していきました。今彼らを語る上で必要なものって、まあできるだけ可能性を上げておく、みたいなところだと思うので、様々な説を紹介してみました。皆さんどう思ったでしょうか？コメント欄に面白い説も書いてみてください。まあ特に何も考えてないっていう人は、まあ、好きなテーマパークのポップコーンの味、こちらを書いてみてください。それではご視聴ありがとうございました。残念ですがさようなら。